んは NHK の新人歌謡コンテストでグランプリを取りになりました、はい、これから歌っていただく花、はい、同じ沖縄県ご出身のね、はい、木梨沖さんの歌ですけども、どういうふうな感じで歌っていきたいと思っていらっしゃるんですか？そうですね、やっぱり二度と戦争が起こらないようにという祈りの気持ちを込めながら歌っていきたいですね。はい、それでは2曲続けて歌っていただきます。カモン亮さんで夜霧を今夜もありがとう、石峰里子さんで花です、どうぞ。